休暇願い。スペクタクルなバトルシーン。敵キャラだって家族で見たい。やってきました。絶ローリングデッド。では今回のキャラクター編成。1番ネコボーン。2番ハイパーミスター。3番ネコ奥様。4番ネコボーンのパパのパパ。5番ネコマネキ。6番ネコマスター。7番ネコカンカン。8番自由の猫。9番大五郎。10番グランドンとなっております。前半戦はすでに勝ててたけど後半戦が勝てなかったっていうよくあるパターンなんですけども、今回こそいざ出陣。メイメイが出てきました。メイメイはもう自由の女神に出てもらってます。メイメイ対策はお金を貯まったら誰を出すかで結構何度も悩みまして、ここはグランド、テルマエですね。テルマエを先に出しときました。後になってから出すのは大変だったりするので。で、お母ちゃんにも言ってもらいます。お母ちゃん頑張れ。紫の回転歯車アンデッドサイクロンです。うちのカンカンは爆破時お金をたくさんもらえるっていうのはまだ解放してないんですけど、エイリアンだけ解放してます。はい、エイリアン。とりあえず調子よく、あ、でも続々とね、せっかくね、アンデッドエリアの周りがだいぶ綺麗になったなって思うと、もうまた続々とやってくる。お金は大丈夫かな？お金はまだ心配なさそうですね。でも今出せる大型がいません。今回結構接近戦になってるので、下国はあんまり気にならない、あんまり気になりませんね。あ、ゲコック2人とも消えた。でもまた出てきた。アンデッドサイクロンを何とかしたいので2人目のテルマエ出しました。城を守りたいのでコンボキャラも出しちゃってます。ハーパオン消えたと思ったら影にもいた。もうちょっとでね、大五郎が出せる。あ、大五郎出る前にハーパオン消えた。やった。城を叩かれるのに備えて出る前の他にね、マスターも入れてます。勝ちました。チアにゃんこ第三形態進化可能。チアにゃんこはネコウエイトレスに今進化してましたので、ではさらに第三形態に進化。おお、にゃんこそば、ちょっと色がすごい綺麗なんだけど。青春のすべてをバイト先での恋に捧げたキャラクター。華麗に差し出すそばは愛してるのサイン。
必ずクリティカル攻撃を放つ。ちょっとどんな活躍をしてくれるのか楽しみです。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございました。